江崎雅美は日本の政治家、衆議院議員、総務長長官、通商産業大臣、自治大臣、防衛庁長,長官などを歴任した。1960年頃の江崎愛知県市宮市出身、旧正私立東方商業中学校から旧正大、八高等学校に入学。八高に入って、すぐに肺結核にかかり、闘病生活中に小説を書き始める。 1934年、雑誌、改造の検証小説に、恋愛小説、ながらを応募し加作となる。また、禅ゲラで修行するなどし、八甲を中退する。その後、日本大学、作家を目指し、横光リー一や菊地博士に紹介されるが、結局母校である、東方商業中学校で教師となった。東方商業校長の下出義雄は、名古屋にあった。 大道成功の社長でもあったため、下出社長の秘書となる。1946年の衆議院議員総選挙に、日本自由党から立候補し、初当選。自由党の実力者で、農林大臣、自由党幹事長、総務会長を歴任した、広川博士前の中心として活躍した。広川が失脚した後は、小形武虎派に所属し、小形の死後は、 砂田茂正の日を受けた。砂田の死後、一時的に岸派に所属。1960年、第一次池田内閣の防衛庁長官として初入閣する。この年、岸信介に誘われて外務大臣として入閣、政界入りした藤山愛一郎が岸派の一部議員と藤山派を結成した際、同派に参加した。1971年7月5日。 第3次、佐藤改造内閣が成立。防衛庁長官に就いた、松原慶吉、西村直樹が立て続けに辞任し、同年12月30日、公認として防衛庁長官に、再び就任。同年、村上勇、水田三夫らが水田派を結成した際、江崎もこれに合流した。1972年の第2次、田中角栄内閣では、 実地大臣権国家公安委員会委員長権、北海道開発庁長官に就任する。1973年に自由民主党の初代、幹事長代理となり、マスコミに積極的に出演し、田中内閣の党側のスポークスマンとして活躍した。金脈問題の追及を受けて1974年12月9日、田中内閣が総辞職。 しかし田中角栄の政治力はいささかも衰えず、1975年6月、江崎は同じ水田派の田村元と共に田中派に入る。ロッキード選挙と言われた1976年12月の総選挙では田中派に属していたことが影響し、三木派の回復都市に初めてトップ当選の座を明け渡した。二人の得票に5万票以上の差ができたものの、 同月の党役員会選で、江崎は自民党総務会長に抜擢された。1977年、自民党政務調査会長に就任。1978年、公選により自民党愛知県連会長に当選。同年12月に成立した第一次太平内閣で、通称産業大臣を務めた。1985年12月に成立した第二次中曽根内閣。 第二次改造内閣では、総務庁長,長官と、対外経済問題、民間活力導入の特命事項担当大臣を、務めた。1987年7月4日、竹下登と、金丸晋は田中派会長の二階堂と田本を分かち、形成会を結成。江崎は田中派に残ったが、江崎の片腕だった、吉川博参議院議員、大木博参議院議員、 今枝幸雄衆議院議員らは竹下派に参加した。1989年6月8日、二階堂は二階堂グループを離脱。これに伴い同グループの会長に就任。同年8月8日に行われた自民党総裁選挙で最大派閥の竹下派は自派候補の擁立を見送り、川本派の回復都市を担ぐ道を選んだ。総裁選の候補者は開封のほか 宮沢派の支援を受けた、二階堂グループの林義郎、安倍派の石原慎太郎の三人。県下の国会議員は一斉に、回復の推薦人となったが、江崎は林の推薦に回らざるを得ず、吉川らとの溝は一段と深まった。同年9月21日、市の宮市長の森関太郎が在職中に死去。これに伴う市の宮市長選で、 江崎は、市所役の福島義信を擁立するが、海部首相のオスカンダ・マサーキに敗れ、地元の愛知三区内でも気まずい雰囲気が生まれた。1990年2月18日の第39回衆議院議員総選挙で17期目の当選を果たす。翌2月19日、江崎の公設、第二秘書が、買収容疑で逮捕。2月22日、市の宮島、 伊勢地区の公園会長が逮捕。2月23日、元沙織町議会議長の矢田清が逮捕。3月2日、蟹江町議会議員の鈴木正和と、八戸町議会議員の伊藤敏夫が逮捕。多数の逮捕者を出すが、自身は刑事罰を免れた。同年3月8日、林義郎が宮沢派に移ると、二階堂グループはついに、江崎と山下元理の二人だけになった。 また、選挙終了と同時に、旧愛地獄の村田圭次郎があちこちから県連会長選立候補の打診があったと、次期県連会長の選挙について意欲を見せた。一気に江崎続投か、村田登板かの動きが本格化した。村田陣営内では、この際、選挙ですっきり決着をつけた方がいいという主戦論が根強かったが、県連幹部から、 選挙回避を模索する動きが出る。村田の所属する政和会の安倍慎太郎会長が、村田に江崎さんとよく話し合うようにと伝えたことから、江崎と村田は3月6日、7日に会談を重ね、江崎が村田に前上する形で決着がついた。3月、自民党愛知県連会長を退任。1992年12月初め、次期衆院選には出馬せず、 地盤は三男の江崎哲馬に譲る意向を表明した。1993年7月の総選挙で三男の哲馬は新政党公認で立候補し初当選した。これに伴い政界を引退。1996年12月11日、東京都内の病院で死去。81歳没。そのグループに協力することが悪いこととは思わん。そこんところ、一つ。 すらっととっても選んですか。一大議士としては、大きな集団で、政治力を発揮しようと考えるのは当たり前でしょう。こういうことは、そう難しく考えてはいかん。ね、わかってきたでしょう。週刊新潮1975年7月10日号、さすがクロと田中派大議士たちの、金と権力への嗅覚その後江崎は1978年から1990年まで。 自民党愛知県連会長を務め、地元で長く、県政を振るった。田中派の総裁候補は、1に、二階堂進む、2に、江崎雅美、3に、後藤田正春だ。順序を間違ってはダメだ。田中角へは話を聞かないと若い連中は言うが、これからは、賢者は聞き、愚者は語るでいく。もっと若い連中の話を聞くつもりだ。こう断言したものの、これは田中が、 世代交代を望まないゆえの時間稼ぎから出た方便であったと言われている。江崎が歴任したポストは、総裁候補級だったが、田中派では戸様であったこと、また年齢的にも、田中より年長で、二階堂より年少という立場であったことから、江崎を本気で擁立しようとする勢力は、田中派内には特に存在しなかったと言われている。田中はこのスピーチから2日後の2月27日、 脳梗塞で倒れ、それと共に一切の政治力を失った。ありがとうございます。